ここは発展途上国です。ここは発展途上国です。潤ってほしいけど、その前に俺今潤ってね、賃金は上がらない。楽しみなのか、夜のエッチぐらいで。エッチじゃないですか。こうクコすな。世界中オーガニック工業にすればいいの。ブラジルのカッチャンも最初のうちは相当苦労してるよ。大企業がやってるってことは商品を買い占めてるってことじゃないの。この平和な国にいながら世界を救うヒーローになる方法があるんだけど、知らん。お願いします、師匠へ。詳しくはウィキペディアで。いや、知らんのかい。普段安いものを買う買い物は地球温暖化を招いてんだよ。エコじゃないっすね。いや、性欲は有り余ってるに越したことないですよ。これが今履いてるパンツは見せない。どうしよう、ノーブラで乳首つけちゃってる。オーガンズム、オーガンズムいっちゃってよ。気持ちいい。気持ち悪い。気持ちいいやじゃねえ。気持ちいいよ。誰も俺の縛らねえぞ。縛られるものなら縛ってみやがったんだよ、この野郎。あのさ、セイスイが元気なの、これ。ブラートに包めよ。やめろよ。絶対かっこいいですよ、パンツでおたまじゃくしと世界救えたら。師匠、巻き替えましょう。いや、履き替えるっていうか、そもそも俺それがいいんだ。フェアトレードボーイや、フェアトレードボーイ、ラズベリーボーイ。ラズベリーボーイはいいんだよ。甘酸っぱい話じゃないんだから。